せーの、笑って笑って子育てスマイル。皆さんこんにちは。新年初めての放送になります。今日はですね、メンバーのエリエルはやはりこの天候があるということで、車の運転がちょっと不安だということで今日はお休みですが、今日はこの3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。3プラス3ですね。よろしくお願いします。さてさて、年末年始どう過ごしましたかということで、どうかしら、ミルキーは。私はですね、ちょうどクリスマス3連休でしたよね、去年は。23、24、25と。はい、で、それ、そうなんですよ。で、その木にですね、実家、私、神奈川県の茅ヶ崎に住んでるんですが、海のそばに住んでるんですけども、そちらの方にちょっと帰りまして、しばらく何週間ぐらいかなっていうぐらい年明け十何日ぐらいまでだいぶ長居しまして。最近だよね。うん、そうですね、帰ってきたのが、そうですね、先週末、先々週末ぐらいですかね、十何日に帰ってきまして、だいぶのんびりして実家のお友達と遊んだりとか、あとですね、茅ヶ崎の隣に辻堂駅っていうのがあるんですけども、そちらにですね、テラスモール湘南っていう新しい商業施設ができまして、いわゆるララポート柏の葉さんみたいな感じのものなんですけれども、もともと茅ヶ崎にあった個別にポツポツとあったお店が入ったりとか、割と地元密着の、それこそ私の実家の近所にあるアイスクリーム屋さんが入ったりとかしていて、であとですね、ブーネルンドってあるんですけれども、そちらのですね、キドキドって遊びスペースの、そうですね、それが入ってまして、なので行ったことなかったんですね、今まで。気にはなってたんですけども、それについに行きまして。あ、ついに。あれ楽しいよね。ただですね、ボールプールとかいろいろ遊具はあって、すごくこう、旗から見て楽しいんですけど、まだちょっと分かんないみたいで。そこって、例えばなんかこう、ふわふわしたトランポリンボックって走るとこなかった？ありましたね。あれね、絶対走るとね、面白いんだよね。そうなんですか。ただこう、私が行ってるところはその幅があるじゃない、その横に落っこってしまう可能性があるから。そうなのか。でも確かになんかインストラクターみたいな方が一人いて、一応なんか子供見てはいたんですけど、ちょっと大きいの、もうちょっと大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんが遊んでたので、ちょっと早いのかなと思いつつ、なんかとにかくですね、うちの子は車が今ブームなんで、その車と電車のスペースみたいな、おもちゃのスペースにほぼかじりつき、かじりつきで、なんか家でも同じことをやってるみたいな。わざわざ外に行ってね、お金払ってまでっていう感じだったんですけど、でもなんかすごい楽しく遊んでたんで、なんか気分転換にも、ね、なるのかなと思って。あ、そうだよね、それはあるよね、確かにね。そんな感じでだいぶエンジョイしてきました。エンジョイだって。あゆゆはどうですか？うちは姪っ子と、あと甥っ子、それと姉夫妻と一緒に、某キャラクターのミュージカルショーに行ってきまして、はい、そのキャラクターってちょっとどういう風貌？ですね、ちょっと女の子向け、ね、もうほとんど女の子向けですね。でちょっとうちの子、チョコちゃんよりはちょっと年齢層が高いかなって。日曜日の何時からかな、白い猫ちゃん、ですね、女の子のキャラクターかな、何人かの、スイート、てんてんてん、なんとかっていう、ちょっともう少し上ですね、チョコちゃんよりは。そうです、そうです。だからちょうど目いここが一番見たくて行ったんですけど、白い猫ちゃんいるでしょ。あ、います、ちっちゃい猫ちゃん、なんかいます。そうです、あ、そのことですね。そうです、そうです、それがいるやつで。さっきの違う、さっきの違う、双子の猫ちゃんの話、辻じゃないですね、辻じゃないやつに行ってきまして、一番メインはめいこちゃんが見たいっていうことで一緒に付き添って行って、それでかなり前の席を取れたので、それで音響施設が、設備がもう超、ものすごい、もう至近距離だったんですね。だからその音とか大丈夫かな、チョコちゃんと思って、はい、それで姪っ子が一番楽しみにしてたのに、もう姪っ子は悪役が出てきた段階でもうお家に帰る。やっぱり分かるのかな、もう怖い怖いって言って、こっち来ないでみたいな。そうです。で、甥っ子は最初と最後の 1,2 分ずつ起きてただけで、あとは全部寝ちゃったんですね。だからチョコちゃんが全部終始起きててくれて、それでもう音楽がな、もうバンバン鳴るともう一緒に踊り出して、でキャラクターと一緒に踊ったり、キャラクターが降りてきてくれて、こう至近距離でこうやってできるんですけど、それも全部
あの楽しんでくれて、はい、基本なんか座席が決まってて膝の上っていう感じですよね。一人一席なんで、うんうん、チョコちゃんの分の席もあるんですけど、何歳、例えば膝の上とかだと無料とかの、まあ1歳以上は必ず券を買わなきゃいけない、うん、はい、それであの結局うちは甥っ子も姪っ子も全部あの1歳以上なんで買ったんですけど、姪っ子がもうママの怖い怖いってママの上に乗り、甥っ子はもちろん寝てるんでここにいて、だから2人こうやって座席抱えちゃってるんですね。荷物置きになっててちょっと無駄だったんですけど、でもすごい楽しんでくれたんで、あのこういうのも楽しいんだなと思って、なんか距離があるからこれくらい連れって分かんないのかなと思うんですけど、意外にじゃ楽しいんですね。そうなんです、だからあの再来月はあの NHK で、あ、某チャンネルであのやってるあの3人のキャラクターがこう出てくる朝のやつに、うん、あの行くんですね。チケット取れたので、それは、うん、あのなんていうんですか、渋谷のそのそこでやるやつではなくて、ね、地方公演のやつでチケットが取れたので、先週予約したんだけど、それで今週発表じゃない？あ、それは それとまたちょっと場所が違いますね。私もね、千葉某場所だから電話で予約してるんですよね。大変なんですね、あれも。はい、食べたんだ。のんちゃんたちはどんなお正月に？なんかね、私もそのコンサート関連だと某ね、しましまのあれはトラかな、トラですね、トラかな、そのコンサートみたいなのに行ったんだよね。あ、そうか、名前、そうそう、で、それに行って、それはね、五反田でやったんだけれども、で、膝の上の子は無料そうそう、まあ一応一人一席だけど、まあ膝の上の子は大丈夫ってことで行って、結構後ろの方の席だったけれども、うん、最初に入ったら、まあ、お土産袋みたいなのを配られて、その中にそのショーで使うなんていうのかな、こう振ったりするものが一緒に入ってて、で基本的にはなんかミュージカルっぽいんだけれども、やはり少しちょっとね、年上の人向けっていうのもあって、劇っぽいっていうか、そういうのも混ざってたのかな。あんまり小さいと劇は楽しめないから、やっぱり、ね、キャラクター出てこないとね、そうそうそう、よくわからない。クリスマスコンサートっていうことで、まあ、クリスマスの歌なんだけど、やっぱりその某キャラクターのなんか名前とかをもじったような替え歌になってるから、私もちょっとよくわからない。で、私はその教材を以前やってたことあるんだけど、今もうやってないから、その教材をやってれば結構わかるんですかね。わかるのか。で、その教材をやるとね、なんかどうもお人形さんをもらえるんだよね、多分1歳ぐらいでやると。そうすると、そのコンサート会場限定の着ぐるみとかが売ってたりするわけね。で、その会場限定のものはね、やっぱり早い段階で売り切れてて、あ、もう売れちゃったんだと思って。そうそうそう。でもやっぱり子供にもほら、キャラクターって、ある、ここまでは何のキャラクターが好きだとか、ある時からブームが去るじゃない、急に。だからね、全然ね、せっかく行ったんだけれども、意外に男の子が好きなのかな、あのキャラクター。そうかもしれないね。なんか結構でもキャラクターって男女分かれますよね。そうそう、あのキャラクターに関しては結構男の子が多いのかな、分かんないけど、うちの子供はあんまり。あ、なんか、まさに、しかも、ね、このキャラクターってあれですよね、よく女の子の方が好きかなって思うんですけど。そうそう、好きかな。うちの子さほど、まあ、なんか知ってはいるから、うん、とか言うけど、でもそんなにすごい食いつくって感じではないですね。ね、やっぱなんか男女で、ね、男女でキャラクターは違うかな、好みとかってあるんですかね。そうそうそう、うん、一応子供、ね、全般に作られてはいるけども。ミント君は何のキャラクターが好きですか？うちはあんまりキャラクターっていうよりもなんかタイヤタイヤがついてるものなら何でもいいみたいな。車、電車、ね、電車、車輪みたいな。うん、そうだよね。キャラクターっていうものはね、いろいろ、それこそね、電車のキャラクター、ね、イギリスの某有名なのがあるんですけど、まだちょっと早いのかなっていう。じゃああれはどうした？あの福袋とかは行った？子供用品の。そういうのは行かなかった？あ、行った？行ってない。行きました。でもそれはキャラクターではなくて、まあ、いわゆる地元にある、あの、これもそうなんですけど、あのスタイとかすごい安いお店があって、このスタイってちなみに後ろはどうなってるの？これはあれですね、マジックテープ。あ、スナップか。2つ調整ができるんですけど、スナップボタン、なんかこのメーカーのお店が近くにあって、これはララポートさんでも取り扱いしてるお店があるんですけど、なんかそれをまさにあの作ってるお店
が茅ヶ崎にあって、でもこれって今の時期いいよね、防寒にもなるし、そうそう、まあファッションとしてもいいし、そうですね、なんで友達にもちょっと何枚か買ってってあげたりとかもしたんですけど、うん、ああ、うん、そうだよね、いいよね、そういうのね、その福袋を購入しました。福袋購入したのなんか、ね、私はね福袋を一応見ようと思ったら、うんうん、やっぱりその某キャラクターはね売り切れが早くって、うん、もうない、あったら買おうかなと思って、ね、結局私は今年の福袋は某ドーナツ屋さんの福袋を買い、うんうん、それぐらいかな。自分のものはあんまり買わ今まで買ったことなくて、うん、でもなんか子供のものってね、なんとなく買っちゃう。そう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 、ちょっと可愛いなと思ったりすると、そうそうそう、ついついお得かなとか思って、そうお得かなと思って、うん、そうだからね、そういうのいろいろ見たりするのも楽しいんだけど、うん、でもなかなか一緒だとね買いに行くのが、うん、そうですね、大変で、その時もそう、まさにだから実家に帰ってて子供預けて、うん、もう必死になってなんか中身が見れる福袋だったんで、うん、もうなんか一個ずつ物色して、うん、あ、そうだよね。それにほら先週某アウトレットにもね行ったっていう話で、行きました。なんかこのね柏のキャンパス駅から直通の今バスが出てる某、そう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 、それ往復でなんだよね。そうなんですよ、茨城のねアウトレットに、そうそうそう、ついこの間それこそ雪が降ってる中お友達と子連れで行ってきまして、でも結構買い物できました。まあ子供がいるんで、まあまあ、うちの子たまたまあの午前中寝てくれて、まあ、その間にバーッと買い物しつつうん、うん、お昼食べてでまたバーッと買い物してあとはひたすら遊ぶみたいな。そうそう、あそこね私はよく行く、先週4回行ったよね。だけど行きましたね、なんかでメールでびっくりしました。あそこにお寿司屋さんがあるの知ってるかな。あのお寿司屋さんって言われて、実はねあそこ子供用のねおもちゃをくれ、おもちゃっていうか、まあ、おまけをくれるんだけれども、うん、そのおまけがまあ結構いいものが多くって、何回も行くうちに、うんうん、のんちゃんは寿司屋さんに入った瞬間、うんうん、カウンターとか席に向かわずそこのおもちゃコーナーに行くようになっちゃって、ね、それはいけないと思ってでもね何回行ってもいろんなのがあるのに、うん、いつも同じものを選ぶのね。まあ、シールなんだけど、でそれを買ってきて体重計に貼るわ、 あそこにいろんなとこ貼って。ちなみにお寿司屋さんってのんちゃん食べれるものってあるんですか。私お寿司屋さん納豆巻き、あ、うん、それをひたすら食べるって感じか、うん、でなんか子供さん用ですかって聞かれるとちょっと小さく切ってくれて、うん、あ、そうなんだ、うん、でもまあ納豆とかまあこの辺にバーバー続いて、そうですよ ね、 ねお寿司屋さんうちまだ一回も行ったことないです。でもね納豆巻きしか食べないかな、うんうん、やっぱり基本的にはね。あと卵とかですかね、そうそう、もし食べるとしたらね、うん、ただた私ちょっと卵はダメなんだ、あれなんです。酢飯だよねきっと卵も。酢飯、酢飯って子供はどうなのか、うんうん、私はちょっとうちの子なんかあまり好きじゃないみたいで、食べ慣れてないのかもしれない ね、うんうん、ねそのうち食べ慣れたらね、うん、結構納豆巻きとか、そう、それで私はそのね某アウトレットでこのね、お菓子を実はこのハリボー知ってる？あ、知ってます。この中にいっぱいグミが入ってるんだけど、うんね、このグミの入れ物もついにこれ半分実は開くので、はいはい、でここにこうやってリボン入ってる、ね、リボンを入れてみようかなと思って、おしゃれグッズだ。そう、どう？これいいと思わない？ね、それだって気に付けられない。そうそうそう、なんかね、2種類あってコーラが全部入ってるのと、あのこのクマちゃんの絵が描いてあるのと、ね、かわいいですね、なんか。そうそうそう、ね、わざわざケース買わなくても、うん、そういうのでね、そう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 、中身も食べられ、中身も食べられこうやって開けられ入れられいいですね。まあでもね、こんなに髪留めがいっぱいあるのに全然最近髪留めをつけてくれないんだ。だからなんかもし髪留めとかをつけられるいい方法があれば、チョコちゃんどう？チョコちゃんもやっぱりあのこう髪を結ってる間にそれ気づくと手をこうやってやって取っちゃうんですね。なので毎回おせんべい食べさせたりとか、そういうのやってる間につけて、でこうやってくっつけてもほらなんか触るっていうか、なんかそうですよ、ね、やっぱり気がつく、うんうん、困っちゃうんだよ ね、 困りますよね。そうそう、あとはね、私はねこれ何が入ってるでしょう、何でしょう、お菓子、うん、お菓子は当たりなんだけど何だと思う、何のお菓子でしょう、何だろう、何だろう、丸いから、実はねこれね、ボーロ的なものですか、すごいでしょ、じゃん、あー、割れない、そうそう、割れなくて、ついにこれを探して、まあ、某お菓子は多分ね、これ一袋2枚入りでしょ、うんうん、丸って確かに、ね、5袋入るよ多分、すごい、そう、これをこう入れて結構コンパクトに収まる、ね、そうそう、上もちょっとこう、うん、空きがあるから、うん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 、これどうかしらと思って、すごい可愛い、あの長細いおせんべいケースはあるんですけど、そうそうそう、ね、この丸ね、丸入れるのは結構困っちゃうから、でもこれおせんべいケースかは分からないんだけど、うんうん、エリエルは多分これの
バナナかなんかパイナップルかなんか持ってるんだよね。で私はリンゴがあると思ってリンゴを買って、なんか私も見たことあります。チーズみたいな、なんか大きな、あるチーズもある。これで、ね、リンゴとねトマトがあったかな、でもトマトはこっち側がこうなんていうのかな、こうなってなくてきちんとパカっても取れちゃう、うんうんうん、そうそう、そっか、くっついてるから。こういうさ、おせんべいも割れてたら嫌がらない、うん、嫌がりますね。割れてると嫌がるよね。そうそうそう、同じせんべいで割って食べるのになぜ嫌がるっていう、ね、大きくないと嫌がる、ね、そうそう、大きくないと嫌がる、でちょっと小さいのあげると嫌がるでしょ、嫌がるんだなと思って、うん、いつもね大きいのをあげてるんだけど、ね、そうそう、今日はこれぐらいかな持ってきたものは。そう、あとはなんかこういったいろんなおまけを最近じゃなくて前から探しててまたあのペットボトルを買ったらついてきてで、それをこう見つけるとお友達にメールして、そうこの間もちょっとミルキーに今あのお子様セットはこんなのがついてるよってメールをして、そうそう、ね、かわいいのあれ見ましたよ、全部そういいなと思って、ね、あ本当ですか、ね、そう結構ね16種類あるのね、そうそうそう、種類豊富で、そうそうそう、そう幸せセットだね、あのそうそうそう、幸せセットにねそ, う そ, う そ, うそうです、お子様のね、でもね16種類あって中身がわからないって結構ね辛い、ああしかもあれそうで店員さんが渡してくれるやつですから、ね、16回買っても被る可能性があるから、そう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 、あるよね、まあね、そこまで私もあの黄色いキャラクターにこう思い入れがあるわけじゃない、そうそう、で今日あとはみんなで絵本を持ってきました。じゃあまずじゃあゆちゃんから紹介してもらえますか。これ今もうチョコちゃんが大好きな本で、必ず出かけるときにはあの今いないいないばあ、自分でいないいないばあとか言って、ね、自分でやるんですよね、はい、なのでこのミフ、うさぎのキャラクターのうさぎのミフこれなんですけれども、はい、でちょっとこう窓がついていて、うん、なんか次なんだろうって期待しますよね、はい、これね開けるとこっちにあのいないいない誰って書いてあって、ここにもまた窓があって、でこれをめくると今度こっちのキャラクターにもまたこうやって、うんうんうん、こっちでもまたできるんです ね両方楽しめる、はい、だからもうあのこれ硬い厚紙なので自分でこうやってめくって、それであの紙だとこうめくり読むのが難しいんですけど、ね、自分でこうやってめくるともう次のページがこう浮いてくれるので、うんうんうん、それでこうやってどん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 自分 で結構あの予防接種の待ち時間とかその間とか15分ぐらいはこの1冊で、うんうん、一人 で、ね、はい、遊んでくれて、で終わったらまたこっちから、うんうん、今度こっちあの反対もいけるので反対もこうやってめくって自分で、まあ、あれね、カバンの中に入れる大きさ、大きさ的にも、ね、はい、これぐらいのサイズの、ね、本当意外に種類豊富ですよね、うん、やっぱり多分ね、はい、暇つぶし用に作られてるのかなって、やっぱりこれぐらいの月齢はこの厚紙というかなんていう厚さじゃないと、うん、もうね、破くことを間違いなしの、はい、はい、あ、そうだよね、破くね、はいはい、もう一冊な、ね、もう一冊、はい、あ、大丈夫です、こうやってちょっとあの飲み物がこぼれてもあの厚紙なんで縦にすると縦にするとこんな感じで防水でちゃんとでこれあれじゃない、はい、これあの今チョコちゃんがあの大好きだ持ってるんですけど、もうあれがないとこのキャラクターがないと寝ないという、はい、外で見るともうそうなんです、もう生後もう1ヶ月ぐらいからずっとあれを持って、あれを持ってると今日も一人であのおとなしくしてるんですけど、あれで、あゆゆがこのキャラクターが好きっていうそういうことではなく、あの好きなのもあったんですけど、ちょうどあの祖母があのチョコちゃん用に買ってくれたお人形がそれだったんですね、はい、それであのベッドに飾ってあるあの上にくるくる回るやつ、メリーさんもこのキャラクターのものだったんですね、だからあの普段こうママと離れるとすごいギャーンってやっぱなるんで、ママママってなるんですけど、今もちょっとこう離れててもあれがあればあの静かにしててくれるので、起きてるんです、起きてるんですけど大人しく、はい、待っててくれて、でこれも厚紙でちょうどこう持ってきやすい大きさなので、うちの子が貼ったシールがシールが貼っても剥がれるのでやっぱりこの素材はすごくいいですね、ですごい短い言葉なんですけど、あのチョコちゃんにとってはすごい楽しいみたいで、なんかあのここを読んでて、ここでこうやってこうやってやるんですね、で登る降りるって、登る降りるってやるとすごいなんか喜ぶので、確かになんかね
単純な言葉だけどこういうのって大事ですよね。そうですよ、覚えていくからこれからね、はい、だからお風呂行くよとか、言うと服を自分でこうやってこうやって脱ぐ仕草をしてお風呂だってちゃんと分かってるんだなっていう風に、はい、で仲良くしてねとか、はい、そんな感じで遊んでます。はい、ちょっと後で拭きますね。はい、じゃあ次は私、はい、私はねこのねムーちゃんの帽子っていう本で、これはなんでこれを買ったかっていうと、本なのにもかかわらずなんかねセールだった、本ってなかなかセールにしないでしょ、セールはしないですよね。お隣ですか、もしかして。そう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 、ね、セールがあってセールしてますよね、しかも絵本。あ、分からない、私はお店に行って知りました、それは。そう、本のセールがあって、これにね、他にもこういった言葉とか数とかもあって、まあ、洋書もそうあるんだけど、でね、これはね、このなんか、まあ、ムーちゃんの帽子って言ってこう帽子をかぶっていくっていうお話なんだけれども、うんうん、まあ、いろんなこういった動物が一緒に出てきて、うんうん、まあ、最近ワンワンとニャーニャーぐらいはやっぱり言うかな、うんうんうん、自分で。あとパンダ、あ、パンダ、そう、パンダを見るとパッて言う、うん、うちもパンダすごい反応するんですけど、言いはしないんですけどパンダすごい反応します。あとね、ちょっとまあテレビのリモコン1をつけると出てくるキャラクターで、ちょっと、うんうん、カッパのキャラクター知ってる、朝夕方テレビでやってる、あれを見てもパッて言うの。だけどそのパッとパンダのパのパが若干違う、やっぱり自分の中で認識して言ってるんですね。パなのかパなのか、ちょっとあって一応アクセント変えて言ってる。そう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 、ね、この帽子の、ね、お話でやっぱりこれもこういった厚紙になってて、まあ、話の内容はまあ帽子をみんなでかぶっていくよっていう話なんだけれども、うんうん、内容もまあこれ9ヶ月からって書いてあって話は面白いんだけれども、まあ、こういった本もまあ、たまにセールすることがある、ね、まあ、セール品にもなってるんだろうけど、そうで、ね、そうそうそう、で子供の本も意外にほら、うん、いいお値段のものもあるから、ね、本のセールってなかなかやらないけど、ね、やらないでしょ、もっと値下げしてくれたらねいいなとか思いますよね。そうそうそう、でやっぱりほらお友達同士で貸し借りとかはねなんかしたりするけど、病院とかでこうなかなかずっとね、うん、借りておくわけにもいかないから、うんうん、でこれいいかなと思って、だからこれ結局はね半額ぐらいで買ったのかな。すごい。そうそう、でもまあ半額だと思っていろいろ買うと結局結局お財布からの出費が多くなるんだけども、まあそれぐらいはいいかなと思って、うん、私は今日こういうね、でこれはねなんか主婦の友社っていうのかな、そこで出ていて、こういう赤ちゃんとのコミュニケーションのためにお役立てくださいとかいろいろそういう説明も書いてあって、へーと思って、うん、これなかなか、ただそうやってセールしてあったからこの本が果たして今も売ってるかどうかはちょっと定かではない と、ね、ちょっと古い本なのかしらね、なんかシリーズにありそうな感じしますけどね、どうなんでしょうかね。うん、まあ多分これ第一発行が2004年の7月だから、うんうん、まだ、あ、あるかもしれないけれども、うん、これムーちゃんの帽子です。はい、次はミルキーですね。じゃあミルキーです。最近、ちょうど実家に帰っていて絵本を持っていかなかったのでちょっと向こうで何冊か本購入したんですけど、その中でこれすごくない、面白いよね、向きがなんか向きが変わってるんですけど、うん、積み木って縦にか普通まあこういう本なんです、こう感じで普通で、ね、こう開いていくんだよね。で、まあ、内容としては割と単純でこう1つ2つ3つとこうだんだん積み木が積み上がっていって、うん、で最終的にですね、この積み木にですね、これですね、完成、パチパチパチといったところに虫が飛んできます。テントウムシが飛んできてここにピタッとくっつくんですね。そうするとこう、うん、グラ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 と揺れて、あ、そうだよね、揺れるよね、揺れて揺れて最後にガシャーンとこうガシャーン、ね、なりまして、でここを見て母子であーって言って壊れちゃったねっていうので、今ちょうど積み木遊びがすごく、今前は本当に壊す、私が積み上げたものを壊すだけだったんですけど、あれだよね、1歳6ヶ月検診多分これからだけど、それに多分積み木はこう積んでいくっていう項目が、ね、そうですかね、だんだんもう積めていけるようになったので、こう自分で再現できるようになったのでちょっと楽しいのか、あー壊れたなっていうのが理解できていて、それってさ、積み木をこう積んでって終わり、それとも最後倒す楽しみみたいな、倒しますね、やっぱり最後そうだよね、ガシャンみたいな、そうなん
なんですよ。クリスマスにレゴを、デュプロってちょっと大きめのレゴを買ってもらって、それでも今くっつけて最終的に自分で壊したりとかっていうのをするので、なんかね、作ったり壊したりって結構指先の運動にもなるし、そうなんですよ。でなんかそういう流れでこういう絵本いいかなと思って見つけた本なんですけれども、まあ、ちょっとね開き方も変わってるので目新しいかなと思って、で絵も割と単純だし、ね、数字を5つ3つとかって割と、ね、日本的な読み方で、この色味もなんかいいよね。そうですね、割とおすすめです。はい、あとですね、絵本ではないんですが、こちら、シールブックで、まあ、これは某キャラクターのシールブック、いいよね。値段的に言いますと660円なんですね。ただですね、この月例で一応内容的にはこのシールのそのキャラクターの形に合わせてここに貼ろうみたいなやつなんですけど、まだ当然1歳前後だとね、そこまでわからないので。これってさ、キャラクター知ってた9人なんだよね。私知らなくて。あ、そうなんだ。違う、自分以外の友達が8人いますってことなの。そういうことか。そう、そう知らなかったでしょ。私も知らなくて。豆知識がありがとうございます。9人なんだって。そうで、結局なんだかんだで使ってるうちにもうほとんどなくなってしまいまして。で多分ね、9人じゃない、これ数えてみて、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人だよ。あ、本当だ、そういうことか。そうなんですね。でもいいね、シールそれ ね、 そうそう。ただ、こうね、あっという間になくなってしまうものに500円以上かけるのって結構もったいない気がしていて、でその剥がしたシールっていうのはどこにいたの。みんななくなっちゃいました。もうケバケバにいろんなものがついて、たまにそんなお布団とかに入ってたりしない。そうですね。で見つけたのがですね、100円ショップですねに結構あるんですよ。そうあるよね。で私も見つけた時これだと思って、もう本当にもう剥がし放題貼り放題で結局なくなってしまうんですけど、まあ100円だしっていうのがあって、すごくおすすめです。内容的にはもうシール貼ってきた。そうそう、シール貼ってきたよ。あ、シール貼ってきたの。手手に貼った。で内容的には別に、まあ、これとさほど変わらないというか、ね、一応このお部屋に何を貼ろうかなっていうのは多分ね、もうちょっと大きくなったら分かるんでしょうけど、まあ、貼ったり剥がしたりっていう楽しみは絶対あるよ ね、 ね、今はもうただ単純に貼って剥がすのが楽しいだけなので、もう本当に100円ショップで売ってるようなこういったタイプで、ね、本当に時間稼ぎというかね、楽しめるよね。そう、楽しめるし、それこそちょっとしたね、待ち時間とかにも結構使えるので、おすすめですね。帰りに買ってきます私。はい、ぜひ。結構いいよね。全部で何種、あ、そうですね、ララボートさんの中に入ってるところでは5種類か6種類ぐらいあって、さっきのんちゃんの友達からちょっとお借りしてきたのはまた別のがあって、私も結構いろんなお友達にあるよっていう話をしたから結構人気が出たみたいで、たまに完売してる時があるんですけども、発信地はここだったね。そうなんですよ。見つけたらぜひ、はい、ありますので、ぜひご購入ください。そしたら大量に入荷していただいて。そうですね、新しい新バージョンも待ち望んでます。もちろんこれそのお店だから同じ定額だよね。そうですね、全部そうで105円で、ほらたまにさ、105円じゃない商品もあるじゃない。ありますね、これは。そうですね、まさに105円で買えますので。ちなみにそれって違うシールも貼れるのかしら。多分普通に貼って剥がせるタイプなので、貼って剥がせるシールだったら何でも大丈夫だと思います。そうなんだ、いいね。もう当然家具とかにも貼り付いちゃっても普通に綺麗に取れるので、そこら辺の心配も特に必要ないと思います。ね、動物シリーズいい ね、パーがいるし。そうそうそう、ぜひぜひ遊んでください。はい、以上になります。今日はこの3組でお伝えしましたけれども、ね、今月は今日のおしまいなんですが、来月はひょっとしたらもう少し大きい場所でできるという、バレンタインシーズンにお送りできるような、この近くのあそこ、ここから見えるあそこでひょっとしたらできるんじゃないかということで、それこそ本当に今よりももっと大きい公開放送みたいになるので、そうなってくると番組もこのスタッフもそうですけど、もっとこうなんていうのかな、充実度アップすることは間違いなしだと思うんですが、それでもし見ていただいて一緒にやりたいという方がいらっしゃったら、ぜひ一緒にやりましょうということで、まあ募集してますので、まあ、今日みたいな天気の悪い日でなかなか来られないっていう時でも、まあ、スタッフの方皆さん優しいのでちょっと許してくださるんで、それに甘えてはいけないんですが、ぜひ一緒にみんなで、ね、できる方を募集しています。はい、ね、
募集してますって。はい、じゃあ今日の放送はこれまでにしましょうか。はい、じゃあまた来月2月の14日お会いしましょう。はい、それではさようなら。皆様お疲れ様でした。今度ありがとうございました。いただきたいと思います。ごめんね、今服ね。大丈夫大丈夫。こんなになっちゃったよ。あっちあっち。はい、今度ここに先週入れたやつが入ってるんですよ。楽しみいただけましたでしょうか。今日は3本のプログラムを放送させていただきましたが、どの放送も非常にためになる放送で、僕なんかは非常に聞き入ってしまいましたが、皆様にとってはいかがだったでしょうか。先ほどママさんたちから、お話がございました通り、来月はですね、いよいよあちらにありますララポート柏の葉で公開の生放送をさせていただきたいと思います。本日はその詳細が上がりましたので皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。放送日なのですが、来月の14日、2月の14日バレンタインデーの13時からとなっております。場所はですね、ララポートの2階クリスタルコート、こちらで放送させていただきます。当日13時から放送を行いますので、どうぞ皆様お誘い合わせの上お越しになってください。番組の放送内容なんですが、こちらはブログでも詳しくアップさせていただきますが、先ほどのママさんたちの番組、笑って笑って子育てスマイル、そしておうちでビストロと題しまして、バレンタインシーズンでも作れる簡単なレシピ、こちらの料理とですね、デザートを放送させていただきたいと思います。そして14時からは、日向奈穂子さんのライブがございます。こちらを皆様にお届けいたしたいと思いますので、どうぞ2月14日はですね、予定を合わせてララポート柏の葉にお越しください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さようなら。